去年の成績ですね、最優秀 MVP 獲得、月間 MVP 一度、オールスター出場ベストナイン、首位打者最多安打、シーズン200安打を到達しております。打率としては3割3分5厘212安打、本塁打35本。ちなみにですね、巨人はですね、私が入団してから見てください。これ私2024年に入団したんですけど、4位、5位、6位、4位、今も4位と、なんと A クラスになったことがないです。いいじゃないですか、期待しましょう。惜しい、流し打ち強っ。なお前らクッション処理うますぎやろな。あどうなってんのこのゲームのクッション処理、見たことねえよこんなクッションの処理。見てて、あすあすってこの送球の正確さ。あのすいません、あ、え、待って、いやこれノーアウトだからな、あのマジでルイ出るの大事。今シーズン4試合目の登板です。初球打ち、ごめん本当にごめん、一塁そのまま入ってアウト、ナイスナイス。そしてこのチャンスで打ったんだよ、これよ。クイエレーズゴーン。ツーアウトになっています。これや、さすがに危ねえ、ギリやん。イーグルス先発マスクは太田、ピッチャー正直のバッテリー、あれーつっこーん。これ127飛ぶんか、くいー任せな、あとは俺が逆転してみせる。まあ最後まで集中して意地を見せてほしいですね。さあ後がないこの場面、どういった攻撃を見せるか。この防御率で勝てるわけないんだよね普通に。おっと驚きのホームラン予告です。どこら辺が予告してんの。なるほど、さあバッテリーはどういう攻めをしてくるんでしょうか。ここはゴロを打たせるようなボールをしっかり見極めたいですね。なるほど、さあバッターは何を待っているか。ここはゴロを打たせるようなボールには気をつけたいですよね。なるほど、そうですね。外の球外れています。打ちました、センターフライ、センターを取りました。ツーアウトです。おっと驚きのホームラン予告です。まあこれも戦略というかバッテリーとの駆け引きなのかもしれませんよね。なるほど、さあバッテリーはどういう攻めをしてくるんでしょう。インサイド見送っています。打ちました、セガの取る、アウト、ワンアウトです。するとかね、そういう駆け引きだったら面白いと思いますよ。なるほど、さあバッテリーはどういう攻めをしてくるんでしょうか。いやここはねバッテリーがねゴロを打たせようとするんですよ。だからそこちょっと気をつけたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。ここはゲッツー狙いのボールには気をつけたいですよね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。
これはまごうことなきホームラン予告。覚醒しないとね、勝てない。新しい風を巨人に吹かせないと A クラスに行けない。インターナショナルベースボールカップ4年に一度ってことはオリンピックか、これ。おお、ええやん。いや、俺はシーズンの方が大事だけどな。勝てんの俺らに。さあ、日本バッターボックスには3番の開示が入ります。ここはライアン相手にどういったバッティングを見せるのでしょうか。日本見事先制点を挙げています。赤星さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。そうですね、ああいった形で先制できると流れも引き寄せられますからね。ええ、さあこの勢いをこのまま続けることができるか。エレンス日本の誇り吉田勇気、どこにも行くな。エレーす、ゴー、エレーす、伸びる、伸びていく、ボールはそのままフェンスに直撃、セカンドランナーホームイン、三塁へ送球、バッターランナー吉田たまんねえ。おっと、驚きのホームラン予告です。おお、いいですね。これをやった上で本当に一発ぶち込んでほしいですよね。さあ有言実行となるのでしょうか。これは世界の吉田だね、完全に。なんか居心地良さそう。さあ序盤から大きな差をつけています。イエス、スリーランホームランが出ました。大量リード、さらに広げる大きなスリーランホームランになりました。高めに浮いた変化球、修正状態いいね、このフライボールが。ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。うん、来たー、ついに頂点に上り詰めました。今大歓声に包まれながら、めっちゃ無表情やん、みんな。みんなめっちゃ無表情やん。さあ、そしてスタンドのファンと共に喜びを分かち合っています。日本がついにやりましたね。素晴らしいゲームでしたね。おめでとうございます。やはりね、世界一を取って当然というプレッシャーがあった中で最高の結果を残しましたよね。そうですよね、監督選手たちの重圧はかなりのものでしょうね。世界一を宿命づけられた今大会ですからね。俺どこ、ファンが世界一を取ると思ってましたから俺どこ、相当に選手たちにはかかっていたはずですよ。そうですね、そんな中、俺はあれ左？ベースボールカップで最高の結果を残しました。